細井さん、吉田さん、今日は一つよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたしよろます。しくお願いします。今日はですね、もうすでに、ツイッター、フェイスブックで、このインクステレビの視聴者の皆さんに、告知の方をさせていただいたんですけども、知ってる人はもう非常によく知ってると思うんですけど、知らない人は、なんだろうと思う。今日はね、サップフィッシング、SUP。つまりサーフボードのようなボードですね。で、サップは SUP ですから、スタンドアップ、ボードの上に立って、オールで、漕ぐ競技があるんですけども、スタンドアップパドル、なんでしたっけ？ SUP。スタンドアップパドルでいいんですね。略してサップ。で、それを使用した釣りがですね、実は特に関東を中心に、広がり始めてるので、僕も見させていただいて、これはとても楽しそうだなと。ただ、海の上の遊びですので、楽しそうだなって、こう簡単に取り組んでもちょっとどうかなと思う部分も、僕正直僕はやってないから分かんないから、なおのこと、これはちょっとプロの方に一回聞いてみたいと。で、取り掛かるにあたっても、いろんな注意事項であるとか、楽しさをですね、プロの方にちょっと聞いてみたいなと思ったところ、ちょっと仲間を通じてお二方をね、ご紹介いただいたもんですから、今日は急遽ライブの方で、ぜひ視聴者の皆さんにもその辺を、説明していただければなということでお呼びしましたので、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いしよろましくお願いいす。たします。ちょっと今つないだばっかりなので、YouTube の方もチェックしてみますね。YouTube から、イクステレビ。に、もうすでにね、アップされてるはずです。もうこのように出てますね。あ、これは告知のやつだな。告知の方じゃなくて。今、他のものでつないでいただくと、ごめんなさいね。押さえてしまって飛んじゃいました、画面が。インクステレビのトップページで、こう、真っ黒の背景に、人差し指のところですね、これ。ああ、うまく映りません。インクスのロゴだけのやつが上がってます。これが、今の私たちのこの場面ですので、タイムラグがありますけど、ここをタップしていただくと、今の、すでに配信されている状態になってます。もうすでにですね、いつもの視聴者の方がザクーッと来られてますので、体調間に合ってよかった。あ、クワガタさんだ、これ。ちょっとギリギリまでつながらずにね、すいまドせん。キドキしてたんですけど。不慣れなもので。僕も不慣れなんですよ、まだ。あれってなんで招待しても来られないのか。で、招待せずに今始めたこの場面から、ミーティング ID とかパスワードを出すのも、どうしたらいいんだろう。ちょっともたもたしてましたけど、無事スタートできました。ということです。じゃあ、早速ですね、まだサップが何かということをね、ご存じないこともあるので、お二方にいろんな質問をさせていただいたり、いろいろ紹介していただく前に、これね、もう、百聞は一見にしかずで、見るのが一番早いと思うんですね。ですので、ちょっと視聴者の皆さん、まずはサップフィッシング、どんなものかね、絵面で見ていただきます。ですね、もう具体的に動画でね、見ていただこうと思いますので。画面共有。これはなんか大会の様子ですか？そうですね、もう3年前になるんですかね。
茅ヶ崎のお隣の辻堂海岸というところで、あの、サップ大会やりました。この時で70名ぐらい参加されたかなって記憶があります。70名はすごいですね。すごいです。釣りの大会でもなかなか50以上ってそうそうないんですよ。70はすごい。なんか女性の方も子供さんもいらっしゃるようです。はい、もうすごい幅広くて。釣ってますね。ああ、やっぱサーフだからマゴチとフラットとかこうシーバスとか多くなるのかな。そうですね。はい。辻堂なので河口もあるのでシーバスが釣れるんですよね。釘沼のとこだったんで。なるほどですね。はい。本当大勢だ。スタンドアップパドルユニオン。このスタンドアップパドルユニオンというのがまあ一つ協会というかその団体の名称なんですね。はい。NPO でそのスタンドアップのまああのこういろんなことをやってます。なるほどですね。はい。はい。もう一本いただいてるのでこちらもついでに見ていただきましょう。これは子供さんですね。あ、これうちの息子で、ちょっとまあサップフィッシングの取材のお願いがあって、うん、NHK のローカルなんですけど、ええ、まあサップフィッシングというよりもその釣った魚をそのままウェットの素材にプリントしてバッグにできるっていうそういうのがありまして、はあ、でそのカバンをどういうふうに使ってんだっていうところで、まあ、普段釣りに行くときに持って行ったりしますよっていう話で、じゃあその様子を自宅から釣りにサップで釣りに行くところをちょっと撮らしてほしいっていうお話があって、じゃあちょっと早速その取材クルーについてうちの奥さんがカメラでついていったっていう。あ、奥さんカメラマンで。ああ、通りで引っ張っていくんですね。そうです。あ、大きさが違うボードなんですから2つ。そうですね、子供の方がまだこの時 4,5 年前の小学生ぐらいかな。なので、ちっちゃいものを使ってます。まさしくスタンドアップで釣ってきました。で、最後のこのヒラメのそのヒラメがバックになりましたよっていうストーリーですね。なるほど。もうわずかこれだけの映像を見てもあのすごく楽しさ伝わってきますが、もうついでに行きましょう。もう一本、はい、これも吉田さんの方ですかね。はい、僕と息子でカメラマンは隊長です。これが隊長が細井さんがカメラマンで、そうですね、一緒に出てて、あのそしたらかけたので急いで寄って、取りに行ってですよね。なんか竿曲がってないですか、すごい。いや、すごかったですよ、この時。結構。まあ、見てもらえれば。おお、やらないしてるよ。シーバスですね。ついで。やっぱり、このボードの上なので、取り込みがやっぱり一番難しいというか。あの慎重にやんなきゃいけないところですよね。まあ釣りはいつ何でもそうですけどね。はい。でもシーバスクラスがヒットするとこんなボードくるくる回っちゃいますね、簡単に。そうですね。結構あの引っ張られますよね。だから逆にそれがドラグの役目もして意外とバラさないんですよね。ですね、ナチュラルドラグみたいになって。そうですね。はい。僕もあの昔スモールボートでとかゴンボートで何度も経験してるので、意外にでかい魚が取れるっていうのもね、こういう、うん、あのゲームの良さかなと思うんですけども、はい、まあ、今ちょっとだけ映像を見ていただきましたが、あの今映像を軽く拝見した段階では本当に女性の方もやってる、小学生の子供さんでも、ちょっと音が出てますね、まだ。あ、これは全然知らない方ですね。うん、あの
サーフボードであったりとか、まあ、スキューバもそうですけども、海のスポーツってやっぱり危険も伴う遊びですし、うん、ちょっと敷居が高い感じもあるじゃないですか、うん、そんな中で今の映像を見る限りなんかちょっと距離感がねちょっと縮まった感じがするんですけど、これはどうでしょう、細井さんはサップの、NPO 法人ですか、はい、の団体の方の理事長もなさってらっしゃるので、はい、この、まあ、サップという競技そのものもそうなんですけど、サップを使ったその釣りをするにあたっての、はい、何でしょう、もう僕はサーフショップをやってるんですけども、まあ、海のマリンスポーツでサーフィン、まあ、代表的ですよね、あとボディーボードとか、はい、あとウィンドサーフィンとか、あると思うんですけど、はい、僕はもう小学校の時からサーフィンをやってたんですけど、サーフィンっていうのはすごくこう、まあ、難しいって言っちゃいけないんですけど、うん、上達するサーフィン自体をやることにすごいこう練習が必要なんですね。でいろんなそのマリンスポーツをやってきて、そのサップっていうのに、まあ、十何年前に出会うんですけども、スタンドアップに、はい、うん、僕のやってみた感想っていうのはそのマリンスポーツの中では格段に優しいんですよ。あ、はい、だから道具さえちゃんとあったものを使うと、例えばサーフィンだと10年やってた人と今日始めた人が同じフィールドで楽しむことがあんまりできないんですね、同じ海の条件の中。それが サップだと10年やってる僕なんかと今日始める人たちが一緒に楽しめるんですよ、同じ条件のフィールドで。そこがだからすごいマリンスポーツの中でもスタンドアップっていうのはすごい魅力的なスポーツで、なのでイコール逆にその条件さえあといろんなことさえ守っていただければ、そのサップフィッシング、そのサップで釣りをするっていうことにもすごくこう簡単に意外と優しく結びつくっていうところがすごく魅力だとは思います、うんうん、はい、特徴でもあるし。なのでまずこのボードに乗っかって、まあ、エントリーしますよね。エントリーするときは当然スーツを着て、うんうん、ボード持って海の中へ、まあ、腰ぐらいまでとか、はい、まあ、そこまで深くなくても大丈夫なんですけど、おそらく、はい、ズブズブと入っていって、で乗っかって、で、パドルを持ってただ漕ぐだけですから、とりあえず乗っかって前に進むこと自体はもう始めたその時にすぐできるような。そうですね、海のそのうねりとか風とかそういう条件さえ良ければすぐできますね。なるほどですね、誰でもできると思います。ここの取り組みやすさってすごい魅力的ですよ。そうですね、僕はまあサーフボードにもウィンドサーフィンもちょっとだけまあ練習モードでやったことありますけど、まあ立つだけで大変ですし、そうですね、あとだからこう救命胴衣とか要するにライフジャケットとかそういうものを身につけてもできるんですよ。サーフィンだとそういうものを身につけてできないじゃないですか。できないですよね。うん、それがそういうものを身につけてできるんで、例えば泳げない方だったりちょっと水が怖い方でも、そういうものをつけてちゃんと安全を確保 した状態で練習できるので。そこ大きいですね。すごくその本当だ、うん。うん。それは安心ですよね。そういえばそうだ。はい、救命機器をつけた状態じゃやってないですもんね、サーフィンなんて。そうですね、逆にまあつけてやんなきゃサップはいけないんですけど。ああ、はい、逆に、はい、でもサーフィンだともうそれがつけることが邪魔になっちゃうじゃないですか、腹ばいになったりいろいろするので、うん、それがなんでつけてできるなかなかできないんですけど、スタンドアップサップだったらそれができるので、その辺あたりがすごいいいですよね。なるほど。でその経験値とか、まあ、上下というとちょっと語弊があるんでしょうけども、もうベテランの方と、はい、ビギナーの方だとサーフィンなんかだったらもうスピードとかリズムが違うから近くにいたら危ないですもんね。そうですね、それとこう同じこう上限のところでできないというか。できないですね。それがサップだったら同じとこでもう楽しくできるので。まあ、今からね、季節も気候もどんどん暖かくなっていく中でこういう遊びをすると、まあ、サップフィッシングと言いながら釣る以前にすでに楽しいですよね。そうですね、気持ちがいいです。もうとにかく気持ちいいですよね水に浮かんで漕ぐだけで、そ、
人間って水の上は歩けないじゃないですか。それがだんだんできるようになってきて、こう前を向いて水平線見ながらこうやってこう漕いでると、音ももう本当に音も水をジャブジャブってこう音が進む音しかしないんで、本当にこう水の上を歩いてる感覚になるんですよ。いやー、まさしくだから今回告知のポスターをねチャチャッと指で作った時に、はい、もうそれがすごいイメージできたんですよ。はいはい、ボートとは違うんですよね。そうですね、水の上に立ってる感覚があるなと。今細井さんお話しされてますけど、吉田さんの方をみんな見てください。吉田さんのバーチャル背景、あれサップボードの上で撮影したい。ボードの上に乗ってるような、ボードの上にカメラを置いて感じです、うん、水面がこの近いこと、ほぼほぼ水面と平らな状態でね、これ何の音か、音が入ってますね。何が鳴ってんでしょうね。どっかしてるのか、ちょっと切ってみましょう。あ、細井さんでもないし、ない。吉田さんでもないから僕ですね。あ、切れました。あ、切れました。何だったんだろう。不思議なことです。お。どこで誰が喋ってるんでしょうか。iPhone はここにあるし、iPad は音出てないし。今切れてますね。いや、なんか喋ってますね。まあ、まだなんか聞こえますね。これは、どうやら僕のパソコンのようですか。なんかさっきの YouTube の何かがあるしてんじゃないですか。はい、タグをね今消しました。音を切ってたはずなんですけど、どっからか出てるのですいません<笑>いろんなことが起きます話の続きですけど、ポスターの方に僕のイメージで書か、僕自身はサップに乗ったことはないんですけど、まあ海遊びはそれなりにちょこちょこはね、サーフボード系以外はやってきたのでイメージできたんですけど、まさしく空と海の狭間の遊びのような気がするんですよ。なんか浸からないもんですね、うん、ズボッと水の中に入っちゃう遊びでもないし、かといって船に乗ってるのとはちょっと違うなと。本当に水の上に立ってるって今ね隊長おっしゃったんですけど、まさしくそんなイメージがしたので、ちょっとまあ空と海の狭間っていうような言い方をちょっとさせてもらったんですけど、吉田さんの今の背景見るとまさしくそれですね。あ気持ちいいですよね。で、まあもちろん釣り、まあ釣りがそれでできて釣れたらもっと、うん、もっと楽しいというかですね。なんか独特の世界観ありますよね。そうですね。あそれでこう、はい、どうぞどうぞ。乗り合い船とかと、またボートだとまあ一人っていうことはあんまりないじゃないですか。まあバス釣りだったら一人で、まあ、ボート乗ってこう釣りすることありますけど、海の釣りだとまあ船長がいて釣り人がいて何人かじゃないですか。でもこうサップ、スタンダップだサップだと一人なんで。そうですね。まあ吉田さんは親子でとか、まあそういうこともできますけど、大抵は一人でやるので、すごくこう、孤独っていうんじゃないんですけど、逆に一人の世界に入れてでこの自然の中にいて、で今もうこういう自粛の生活とかしてると、もう本当にあれですよね、その海に出て自然との中で一人、まさしく自らそうなんですけどね。そうですね、それをもうやっぱり最高ですよね、その部分が。なんかこのコロナ騒ぎをきっかけにこの夏一気に流行しそうな気配すらそうですね、なんか楽しそうだなっていう。うちもサーフショップをずっとやってたんですけど、このサップであって、でまあ吉田さんがサップのインストラクターでやってるんですけど、はい、サップフィッシングも
うちではスクールもやってるんですね。あ、スクールも。したらもう最初のうちはもちろんサーフィンスクールのが多く生徒が来てたんですけど、今はもう逆転してサーフィッシングをやりたいっていう人の方が多いですよね。なるほどです。はい。これはせっかくですからね、あの視聴者の方も関東お住まいの方が多いので、ちょっと今ネットで検索します。細井さんのお店は何と検索したらいいですか？細井で HOSOII って入れてもらえれば、あの多分細井サーフショップって最初に出てくると思うんですけど。HOSOII が、I が2つが特徴なんですよね。はい、ハワイみたいに、細井みたいになってます。ああ、もう HOSOII って入れたらもう隊長こと細井の波情報ブログっていうのが真っ先に上に上がった。その下に、ショップがちょっと皆さんにも見ていただきましょう。まあでもそうですね、 HOSOII 細井さんの放送いと入力しただけでもうこの波情報のブログをやってらっしゃるんですね。やってそうなんですよね、あの、はい、これ波情報ってことはほぼ毎日アップされるんですか？あ、そうなんです。でも今自粛なので今これは4月の7日から止まってるんですよね。あ、そりゃ仕方ないですね。そうなんです。これはでもブログの方で、あといろいろその Facebook とか、あのホームページもあるんですけど、はいはい、あのそんな感じ、こういうのをやってます。わかりました。お店の方をね、そうですね、ですから一番左上をクリックしてもらえると、その一番最初のあれに、ここがトップページですね。これがトップページですね、はい、とホームページなので画像大きくできないので見づらいと思いますが、まあ、細井さん、HO、はい、I が2つで、あのとにかく検索してもらえれば結構いいです。で、ね、HOSOII で、はい、隊長のお店、それかブログの方もチェックできますので、皆さんちょっとぜひ興味のある方は見てあげてやってくださいませ。ありがとうございます。はい、せっかくあの、ショップのインストラクター吉田さんも来ていただいてますので、吉田さんの方に、はい、じゃあ、インストラクターということは日々、いろんな方に教えてらっしゃるわけですよね。そうですね、やっぱりさっき言われてたみたいに、サップフィッシングっていうのはすごく問い合わせも多いですね。今のこの自粛の中でもこう歩いてる人が不意に立ち止まって、今度サップフィッシングスクールやりたいんですけどいつからできますかっていうようなのもちょいちょい、こんな中でも声が聞こえてきますね。例えばあの通常の青年男子、まあ20代だと仮定して、はい、教えてくださいって来られた時にまず何から入るんですか？やっぱりサップがまずできないと、海の上であの何もできないので、まあ釣りはまあなんとかなるとしても、やっぱりサップで漕いでボードコントロールしないとっていうのがまず先なので、まあでもいろんな人が来るんですよね。あのサップはやったことあるけど釣りを今までやったことがないっていう方だったり、釣りをずっとやってて岡釣りしてて、サップの人たちすげえ釣るからちょっとサップでやってみたいんですよっていう人もいれば、全く両方やったことないんだけどいきなり両方やってみたいっていう方とか。なるほど。今のサップの人たちすげえ釣るんだけどってなんかすごい聞いてて面白かったです。そりゃそうだろうって500メーターとか700メーターとか沖で出れちゃうんだもんなるほど。そこでその来られた方に、吉田さんがインストラクティングを教えられるわけですけど、そうですね、まあ、その人に合わせるっていう方、実用っていうか、さっき隊長もおっしゃってたんですけど、その実際にやれるようになるのにどれくらい時間とか日にちとかが、でもスクールで全くの初めての人、まあその人のレベルにもコンディションとかにもありけりですけども、でもサップのスクール、サップフィッシングのスクール、まずサップをレクチャー、レッスンしても20分、30分すればもう普通にというか、なんとかボードの上に立って、なるほど、右曲がったり左曲がったり
U ターンして帰ってきたりっていうところまではできるので、2、30分でもうそこは先戻るぐらいのことはできちゃうね。もうすぐできちゃいますね。僕はあのウィンドサーフィンを沖縄行ってね、ちょっとやってみたいなって言ったあのスクールみたいなのあったからやったんですけど、はい、まず砂浜で勢力を起こすとこから始まって、はい、でなんとかこう風も受け入れるようになったら行きましょうっつって出るじゃないですか、はい、行くのはね、はい、まあ運動神経が そこそこ普通なんですぐ立てるようになって、はい、で出て立って走るようになったんですけど、どうやっても帰ってこれないんですよ細井さん。どうしても戻れないっていうか、お気に入りお気に入りで、あれ怖かったですよさすがに。で結局インストラクターの方があのバイクで迎えに来てくれましたけど、どうやっても戻れない。でもサップはその辺がないですよね。本当に。でもただあの油断するとオフショアって言って岸から海に吹く風が強い場合は、うん、やっぱり戻ってこれなくなるので、ね、そういうのはやっぱ注意しないと怖いですね。体力尽きるとやばいですよね。大きい風が強い時は。はい、ね、だからやっぱ海の自然相手なので条件によってだいぶあれです。とにかく条件が良ければその日に、うん、あの茅ヶ崎でいうとエボシーワっていう、ええ、ちょっと800メートルぐらい沖に岩場があるんですけど、はいはい、磯場が、ええ、初めてやる方でもその日にそこまで行けちゃうような方もいますよね。条件とエボシーワまで海岸線からどれくらいありましたっけ距離。ね、直線で一番短いところでも800メーターぐらいはあると思うんですよね。うん、ですね、キロぐらい。はい、なるほど。でもそこまで。マリンスポーツですからね、自然が相手ですから、もう海なんてね、うん、100フィートの船だって危ないんですからね。そうですね。はい、その時にありますけどね。なので、まあ、そこを踏まえての話にはなりますけど、はい、取り組みやすさ、入り口の取り組みやすさで考えると、本当にね、他のボードのスポーツよりも楽だって、最初に細井さんがおっしゃったように、そうですね、うん、行って帰るぐらいはね、本当、2、30分でできるようになるよってことですから。はい、あと、まあ、やっぱり道具もそんなに重くもないので、やっぱり道具を運ぶっていうことに関しても、だいぶ楽ですよね。さっき最初に吉田さんのこうビデオの中に大きいボードと小さいボードが出てきたじゃないですか。はい、通りでも運んでたやつ、はい、で結局やっぱり小さいボードの方が軽くて持ち運びがいいんですね、取り回しが、なので小さい子だったり女性だったら小さいボードでいいんですよ、うんうんうん、でやっぱり体が大きかったり大人はある程度大きいボードの方が今度安定性が良くなるので、はい、なんでそういうこともすごい手軽ですよね。そういう運ぶに関してもそんな重くないですし、単純にこうサイズが大きいのとちっちゃいのだけじゃなくて、ボードの幅が広いやつとかちょっと狭いやつとかもいろいろあるんですか。いろいろあります。はい、でもちろんだから釣りに適したようなボードもあれば、もう早く要するに漕ぐこと早く進むことに特化したようなボードもあるんですよ。でだん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 スタンドアップもできるようになる、釣りも上手くなってくると、うん、遅くて長いボードで、はい、すごいこう要するに釣りする範囲がテリトリーが広くなるじゃないですか。それのが遅くて長いやつスピードが出るし、はい、風にも強いとかそういうことです。そうですね。で遠くまでだから遠くまで行けるじゃないですか。うねりにもちょっと強長ければ強くなるし。そうですね。それですごく遠くまでだんだん慣れてくると行ったりもするそういう魅力もありますよね。だからこう最初覚えてね、近くでだんだん釣るのももちろん楽しいんですけど、だんだん自分のそのサップの技量が上がると、逆にその釣り場のこうテリトリーというか範囲が広くなってくるっていう魅力もあるので。なるほどですね。すごく余談なんですけど、大岩で長らく看板選手やっておられる関東にお住まいの村越正海さんっていう釣り人さんが、はい、村越さんのです、はい、ちょっと場所がどこだか烏帽子岩だか分かんないんだけど、中学校の夏休みの時に岩へでどうしても渡りたいというんで、いかだ自分で組んで
あの沖の一キロ先とかの岩へ上がって釣りしようと思って組んで、なんかそれを先生にバレて止められたっていうような逸話をね、村越さんが前に言ってましたけど、いい時代になりましたね。今サップボードがあればいいわけですよ。はい、そうですね。ちゃんと勉強して。僕はお手伝いしてる船宿によく来られるので、今度聞いてみます。だから中学校でやらかしたらしい。村越さん。バレた。誰にバレたかちょっと詳しいことないんですけど。でも釣り人ならその誰しもが思うんですよ。うん、ちょっと50メートル先にめっちゃいい感じの小磯があったら、竿を加えてね、夏だったら泳いでそこへ上がって釣ったりとかね、若い時は今そんなこと見せられないですけどね、そういうことまでやってましたから、村越さんの気持ちよくわかります。で実際にサップフィッシングやるようになったら。ナブラが沖合に見えたら行きますよね。どうしても釣り人心理としては ね、 そ う、 ですね、うん、そんな時にやっぱりいろいろ危険も伴うんですけども、吉田さん、なんかその辺の注意項とか気を配るらなくちゃいけないところって、なんか分かりやすいところで大きいのありますか？やっぱりサップで一番怖いのは風ですよね。風なんだ。はい、まあ、茅ヶ崎の場合ですけど、これがあの瀬戸内とかになれば、まあ、もちろん風も怖いんですけど、潮の流れだったり、うんうん、あとは今の季節たまにあるんですけど、霧ですよね。あ、霧はね、沖に出て包まれちゃうと、もう本当にどっちがどっちだかわからなくて本当に怖いですね。ミルクの中にいる状態になりますもんね。はい、でも真っ白ですよね。そうなんですよね。あの具体的に風で言うと風速どれくらいだったらもう出ないとか、何か基準っていうか決めてることみたいなものあります？スクールやる場合は、まあ、2、3日前からあのやっぱりいろいろ都合合わせてもらってるので予想、うん、風予想はずっと見ながらで、はい、その当日がまあ、5メーター超えるとちょっとやめとこうかな、3メーター以下ならまあ全然平気でできるなっていうような目安ではやってますね。はあ、それがまあオンショアなのかオフショアなのか、ええええ、はい、でその前後のまあうねりも最初初心者だと波があってもちょっと辛いだろうからっていうの で、 辛いです、ね、波がないかどうかとか、うん、なので予約してもらっても、まあ、運が悪い人だと3回4回とこうリスケしてようやくスクールが受けられるとか。それはしょうがないですね、自然が相手ですからね。はい、安全第一ですよね。安全第一ですね。あのこの間うちのお手伝いしてくれてる女性の釣り師がいるんですけど、沖縄へ去年の夏に友達と一緒に遊びに行って、で本格的な釣り自宅していくと友達は釣りをしないからかわいそうだっていうんで持たずに行って、あのシュノーケリングのお店に小さなプラスチックの竿と、はい、シュノーケリングしながらこう水の中突っ込んで釣る釣りですよ。 あれをして沖縄の魚をちょっと楽しみたいと思ってやったんですって。でシュノーケリングして顔つけてやってるじゃないですか。吐きながら釣ったらしいですよ。こううねるから。あとやってみないと分かんないですよね。すぐ酔いますからね。実際やっぱりサップでも酔う人中にはいますね。うん。弱い人はねすぐ酔っちゃうので、僕の弟なんかもうすぐ船酔いするタイプで、浮き桟橋があるじゃないですか、こう四角い。はい、すごくメバルが釣れる浮き桟橋があるから弟連れて行ったら、その日は瀬戸内でも珍しくうねりがあってですね、で大したことないんですよ、本当に大したことないですよ、ギーギーってなるぐらいなんですよ桟橋が。でもね30分釣ってたら読むんですよ。うん。確かにそうですね、そこの辺の慣れも必要でしょうし、まあ、風予報今あの吉田さんが5メーター超えるとうんぬんとおっしゃったじゃないですか。はい、それがね今聞いててあっと思ったんです。これは何かというと、特に僕がやってる釣りの分野はライトゲームと呼ばれる、はい、あのメバルとかアジを釣りますから、細い竿に細い糸で軽いルアーで釣るんですね。これがですね5メーターが境目なんですよ。
風速5メーター超えてたら行かないやつは行かないですもん。鬱陶しいし、なかなかこう釣りになりにくいから、うん、まあ、1つ5メーターっていうのがね、分かり、ライトゲームアングラーにはこう分かりやすいなと。5メーター超えたらどうなるかをもうすでに知ってるんですよ、うん、ライトゲームアングラーは。まあその辺が一つの境界線だというふうに考えたら、ちょっと捉えやすいかなと思います。さて、ところで今振った方にお話いただいてますが、もう一本打ち合わせで昨日お話ししてる中で、あの女性の方がサップフィッシングしてる動画を教えていただきましたよね。ごめんなさいね。なお珍魚ですね。あ、それだ。井上直美さんです。なお珍魚。井上直美さんですね。はい。これ井上直美さんという方、タレントさんですね。で、あと、テイルウォーク、はい、アルバタックルの、あの、テスターもやられてるのかな。何タックルですか？アルファタックル。あ、アルファタックルさん。この井上直美さんという女性の方をサップ動画をね見てて、なるほどと思ったので、これをちょっと皆さんに見ていただきますね。よし、もたついてますけど、ちょっと待って、少々お待ちを。なかなかこれ楽しそうだったのでね、見ていただきましょう。お魚珍道中、なお珍魚。おはようございます、なお珍です、本日は茅ヶ崎の細いサーフ&スポーツ。あ、これがお店の正面ですね。はい。サーフィッシングにチャレンジしたいと思います、はい、なるほど。ということで、まずはお着替えなどして、あとこれ、じゃじゃーん、朝食。もうね、昨日からずっと牛丼が無償に食べたかったんですよ。で、ちょっと今ゲットしてきたので、まずは朝食を食べてからいろいろ準備に取り掛かりたいと思います。それでは行ってきます。まずは飯ですね。はい、ということで着替えも終わり、茅ヶ崎の海へやってまいりました。やったー。はい、今日は結構な凪でサップフィッシング日和だなという感じなんですけど、あ、そうだ、今日はサップフィッシングということなんですが、サップっていう言葉を皆さんご存知ですか？あのサップというのはですね、略してあるんですけど、スタンドアップパドルということで、スタンドアップですね、このボードに立って、あのこのような、はい、パドルで、あのスポーツのことをサップと言います。スーパーの買い物カゴがいいですね。エアロテックのインフレータブルのスタンドアップボードになります。でインフレータブルということ、ちょっと止めますけども、これインフレータブルってことはポンプかなんか使ってエア入れるんですか？そうです。ほう、足踏みポンプとか、あるいは車につなぐんでしょうかね。そうですね、コンプレッサー使ったり、手であの自転車の空気入れと同じような、もうちょっと大きなやつなんですけど、それで圧をかけていきます。これ、モーター使わずに人力で自転車の空気入れみたいなやつで膨らますと、何分ぐらいで膨らむものですか？大体20分ぐらいはかかっちゃうかもしれない。結構かかりますね。パンパンにした頃ね、ヘトヘトになったりしません？はい、いい準備運動になりますね。なるほど。これ画像じゃやたら幅広く見えるんですけど、魚眼だからですか、レンズが？そうですね、インチで言うと30とか32インチぐらいですか。お、はいはいはい。これは大きい方、小さい方？これはもうスタンダードな、あの釣りするには一番適した、すごく安定してるボードですね。ですね、思ってたイメージよりもずっと横幅が広そうで、このクーラーとか前に縛ってあるのは、これスーパーのレジカゴでしょ、これ？そうですね、レジカゴに、竿、ロッドホルダーというか、それをつけて、で、そこに竿を
刺してというか置いてパドルで進んでいく。なるほどですね。これもあの一気になんか釣りの雰囲気が出てきますね、こうやるとクーラーが椅子にもなるし。じゃあちょっと続きを見ていきます。すごいあの空気で膨らんでるので持ち運びがすごく便利みたいですね。今日はサップフィッシングということなので初めてなんでセッティングをいろいろしてもらったんですけど、ナオチンのセッティングはこんな感じです。はい、まずは今日はですね、あの稲田とかが釣れるかもしれないということで、はい、まあシーバスの竿ですね。おベイトタックル積んだ、はい、まあシーバスの竿なら万能なので、まあ小物から大きなちょっと大きなものまで釣れるように、はい、稲田も狙えるようにシーバスの竿を使っています。そしてこれ箱、これねサップって結構初めてだと水にバシャンと、あ海にねバシャンと転げ落ちても大丈夫なように、これ全部なんかこれ実際はこれアイデア素晴らしいですね。水抜きだらけですから、はい、水溜まることないし。こっちが、はい、クーラーボックス、こんな感じでまあ飲み物なんか入れたり、はい、あとはまあワーム、あのルアーとかね。細井さん、これクーラーもカゴもベルトで止めてあるじゃないですか。はい、このベルトなんかもお店の方で用意されてるんですか。はい、あの一通り全部あのうちはサーフショップですけど、こういうものばかりじゃなくて、あのロッドやリールやルアーも販売してるんです。なるほど。いや今これ拝見してて、これボードが結構大きいからこうベルトかなり長いもんじゃないとダメだけど、どこに売ってるんだろうと思ったんですよ。あ、そういうのも全部もうあのセットできるようになってますんで。なるほどです。商品とかね、はい、まあ女性はこれ大切なんで、はい、な感じでここに座って今日は釣りをしようと思っています。いよいよ出発ですか。あのスタンドアップといっても別にボードの上に立た、まあ立つことももちろんできますけど、立たないで座ってる、あの怖い方は、安定が取れない方は座ってでもいいんですよね。座ったままでも全然。な、井上直美さん、ナオチンは割と平気そうでしたね、立ってこいで。そう、女性はね安定がいいんですよね、なぜか。なるほど、はい、スクールに来られる方でもやっぱり女性の方がスタンドアップ上手ですね。はい、なぜか、はい、女性の方が安定がいいです。意外ですね。はい、男性はなんか力任せにやっちゃうところが多いのかなっていう。はあ、なるほど。なんか楽そうに漕いでますね。あんまり必死になってないような感じです。いけると思います。全然もうそういう感じですよね。あの井上さん、あのナオチンは釣りはもう上手なので、ええ、もうあのサップに慣れたらもう全然いけいけって感じですよね。なるほど、はい、あもう釣ってる。あ、来ました。お約束のちょっとでかいじゃないですか、このフグ。はい、そこそこいいサイズです。今相模湾でもトラフグも結構釣れますよ。すごいな。まさかまともなサイズが釣れたりするんですか。いや、もうキロオーバーの釣れます。うわー、天然のトラフグキロオーバー1匹いくらすると。そうですね、すごいな。キロ今5000円ぐらいですかね。しますね。友達があの茅ヶ崎でフグのお店やってるんで、ええ、もう天然のフグがこんな手に入るとはっていう感じですよね。わあ、そりゃ楽しそうだ。足で喜んでます。なるほど。いや、これは楽しそうですよ。いいですね。カマスもサイズがいいな。よく太ってるんです。そう、いいかマスですね。ねえ、なんですか KTKR って。はい、ということで初のサップフィッシング頑張ってきあれ、なんで止まっちゃったかな。マ
爆笑いたしました。あとはあのさっきのフグがなんとトラフグだったらしく、まあ初めてにしてはかなり上出来な釣果だったので、また引き続きサップフィッシングを楽しみたいと思います。それでは皆さんまた。いやいや、なかなか素敵です。これやばいですよ。これやりたくなりますよ、この映像を見ると。本当ですね。ねえ、なかなか素敵な動画でした。吉田さんがお子さん乗せて釣ってるところも、あ、いいなと思ったけど、このナオチンさんの映像を見るとさらにこう身近になった感じがしますね。アングラーとしてはいけるじゃんってね、今視聴者の方と思ってる人ずいぶんいると思いますよ。あれって感じで思ってるよりいけると思います。これちなみに直鎮さん、もう直鎮で言わせていただきますけど、直鎮は、エントリーした位置からどれくらい沖まで出て釣ってるんですか？多分あの時一緒に行ったんですけど、100メーター、200メーターぐらいですかね。そんなに沖には行ってないですね。もうそれぐらい出ればやってトラフグ来たりとかもしちゃうわけだ。十分ですね、十分来ますね。まあ日頃からね、あの吉田さん、細井さんがやってらっしゃるようなエリアポイントで比較的魚の回遊が多いところで多分撮影されてるんじゃないかと思うんですけど、まあ、100、200出て、すごく釣れるときってのは、吉田さん、どんな魚がどれぐらいのサイズのがどれぐらい釣れるもんなんですか？今年はちょっと調子悪かったんです。冬は結構釣れるんですよね、マゴチ、ヒラメが。それこそ100メーター、200メーターで。とかシーバスも回ってきたりしますし。稲田になると、まあ、タイミングでそれぐらいの、距離で釣れたりはするんですけど、結構まあエボシーワーとか行ったり、さっき出てた僕も今背景をエボシーワーに変えたんですけど、こういった、はい、あ、本当だあ、本当エボシですね、もうまさしくね、岩のエボシーワーです。マゴチなんか本当50センチぐらいのやつが平均アベレージですよね。50がアベレージ、はい、そりゃすげえですね。なかなか岸からライトタックルで投げてて50センチってなかなかですよ。まあこっちも小さかったりしますからね、30、40ぐらいの、ね、50あったら、おお、でかぬきたって喜びますもんね。まあこっちが一番その最初は釣りやすいんですよね。ああ、なるほど。なんでかっていうと、こうベタ底で何かちょっと重めのルアーをこうズル引きするっていうのが意外と簡単なんですよ。釣りがあんまり分かんない方でも、ちょっと重めのルアーをまあ20グラム以上のぐらいの投げて、でそこを取って、でズルズル引きずってくれるとやっぱりマゴチが一番釣れる確率が高いんですよ。ボードも勝手に流れてますしね。そうですねナチュラルドラッギングで、ドラッギングもありますし、それで、あの、なんていうんですかね、岸からサーフから届かない、遊漁船が来ない、はい、ところをサーフで釣りができるっていう感じなんですよ。だからなんか擦れてないエリアが、はいはい、その擦れてない棚というか駆け上がりがあってですね、そこを狙えるっていうのはすごく大きいですよね。だってサップボードだったら水深30センチとこでもこう漕げば動きますよね全然そうですね、もう腰ぐらいから、それで 5,6 メーターぐらいのところがやっぱ一番意外と釣れんですよね、水深が、でボートとなると魚探見ててもそうですけど、水深2メーター3メーターぐらいのところに入らないですよね、やっぱ怖いから。そうですよね、座礁が怖くてやっぱ入らない、大きな船ほど入れないし、僕なんかは瀬戸内で、まあ、ボート持ってやってますけど、それを知ってるからこそ、あのフラットな船底の車道へ入れる船しか買わないんですよ、こう立った船買うと全く入れなくなっちゃうので、河口域にね割と入る、要するにサンドバーめがけて船進めたりするので、
でもサップボートだともっと船が入れないとこまで行けちゃう。丘から行けなくて船からも行けないとこへ行けちゃう。そうですね。サーフに人がいなければ本当岸沿いをずっとこう流しながら行ったり。それは美味しいな、はい。ちなみにあの細井さん吉田さんどちらでも結構なんですけど、瀬戸内でのような海でこういうサップフィッシング、はい、実体験なさったとかご存知とかその辺のお話ないですか、ね。あ、僕もあの生まれが尾道で、実家帰った時に尾道の向かい島、はい、目の前に向かい島っていうところがあって、そこの一つすごくエントリーしやすい場所があるんですけど、ここから出て、その時は広島のそのサップフィッシングやってる仲間と合流して、はい、釣りしましたね。その時は仲間がマダイ釣ったり、僕はエソとか、その時マゴチが釣れたのかな。あの先ほどから拝見してる、まあ、サーフ主体のポイ、エリアですよね。先ほどのかあの3本ほど動画見ましたけど、でも瀬戸内でちょっとエントリーしやすいところから行くと、あのサーフとは限らずもう俗に言う普通の根魚根物がいるようなところだって釣りができるわけじゃないですか。そうですね、エントリーできる場所であれば、うん、どんなものを釣られたかなと思って。はい、その時はマダイを狙い行ったんですけど、なかなか渋くて、でもそれでも仲間は釣ってましたね、なんとか。あ、そうですか。はい、あとはね、西伊豆で、うん、あのみんなで行ったことがあるんですよ。はい。で、その時はハタとか、赤ハタとか、大門ハタとか、ね、みんなで。もう本当岩場ですよ、ゴロタと。岩場ですね。うん。はあ。意外と、そう、そこも結構面白かったですね。そりゃ面白いでしょう、ね。釣り目的で行くんだったら最高ですよね。うん、西伊豆、僕も取材ロケで2、3度行きましたし、まあ、当然岸からしか釣らないことが前提のロケなので、うん、船にも乗らず、ずっと乱岸していくわけですよ、港。うん、漁港みたいなとこから降りて、ずっと海岸線を、ゴロタのとこ移動しながらこう釣って歩いたりすると、まあ赤旗も大門旗も大体こんななんですよ、サイズが。手のひらサイズぐらいですね。でもうちょっとあそこ行きたいなとか言っても行けないじゃないですか、途中崖があったりして。西津の方にはあのありますよね、あの スキューバのやるお店がたくさん。ああ、はい、ありますね。ああいうところからってサップエントリーしやすいじゃないですか、脇っちょからちょっと。と岬の方行けばもうガーッと岩場ですもんね。はい。そういうところでやられたんですか、細井さんも。そうですね。あそこな、あれなんだっけ、吉田さん。そこはウグスですよね。ウグスだ。そう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 。ウグスのエリアで、やっぱりでも面白かったですよね。ずっと漕いでって、やっぱりサーフからはもうやっぱりあの行けないような岩場のところの前とかでも釣りができるじゃないですか。うん、はい。なったんで、あそこのそのスクーバのスクールなんかやっている場所はとこう湾のがちょっと深くなったところへありますよね、施設がいろいろ。あの湾の中夏になったら1メートルシイラが入ってきますもんね。ああそうなの、ね。さ多分あれ、うん、そこスクーバがあるのはウグスではなくてタゴかな。タゴ？タゴじゃない。タゴだったと思う。タゴかもしれないな。タゴ魚影濃いですもんね。うん、はい。あの辺りでも釣れますよね。いろんな、僕なんかその時根魚やったんですけど、青物もマダイも、あとイカ、イカも結構入ってくるって言ってましたね。アオリのでかいの来ますね。ですよね。あんまりまだそのサップでエギングを一生懸命やってる方っていうのそんなにいないんですよ。ええ。だからエギング結構ハマってる人で専門にやったら、いろんなとこ、やっぱりこう裏側とか、そのサーフから行けないようなところいっぱいあると思うんですよね。いやね、みんな視聴者の方これさっきから見ててね、絶対も頭の中でああってイメージがあるんですよ。はい、その行けないところへ行ける。そうですね。ボートで船から遊漁船でも入ってくれないような場所行けちゃう。そうですね。うん、これはね釣り人目線で見た時に
とっても魅力的ですよね。だからあんまり遠くにじゃなくて近くでそういうとこってあると思う。それのが近い方が安全ですし、あんまりこう遠出するんじゃなくて近くにちょろちょろっとこう行ってなるほどっていうところが魅力ですよね。あと僕はあの茅ヶ崎のその裏平島っていう磯があるんですけど、その裏でメバルとかやっぱり釣ったことありますね。クロダイとかメバルとか釣ったことあります。そこでね、僕なんかすごく具体的にイメージするわけです。僕は今ボート持ってますけど、普通にフィッシングボートを持ってますけど、当然若い頃はそのボート買う、船買うようなお金もないから、最初ゴムボートで始まるわけですよ。でゴムボートの次が両備さんが作ってるあの黄色いプラスチックボートなんですけど、そこを考えますよね。ところが僕はバスフィッシャーでもあったので、バス用のアルミボート選択肢がそっち行ったんですよ。でマリンアルミを使った海でも入れるよっていう 11.5 フィートので、それをランクルの天井へこう屋根へ積んでカートップで、ところがね、エントリーするとこないんですよ、瀬戸内なんか特に。あの要するにあのカートップした車を滑りのとこまでギリギリバックで入れて、で下ろしてやれば簡単にエントリーできるのに、意外に漁港ってね、そういうふうに入れるようにできてないんですね。そうすると駐車場に、しかるべき駐車場に止めてボートを下ろして、でボートの後ろにあのもう動力つけてますので、それでボートひっくり返してずっと押し歩かなくちゃいけないです。ってことをずっと、まあ、釣りたい一心で一生懸命汗だくになりながらいつもやってたわけなんですけど、このサップボードを使って、しかもなおかつ先ほどのあのナオチンの動画見たらインフレータブルって話されてたじゃないですか。はい、ハードボードだと今僕が言ってるようにカートップせざるを得なくなりますよね。はい、これインフレータブルだと実質畳んで道具屋のサイズっていうか、どれぐらいの車に詰めるものなんですか？そうですね、ちょっとしたボストンバッグぐらいの大きさになるので、ええ、まあ、車はもちろんあの原付で背負って来られたりする方も、原付で背負って海まで来て、そこであの原付のバッテリー使ってコンプレッサーで膨らましてっていう方もいらっしゃいますし。原付で背中に背負ってくる、荷物してるくくるとか。はい、そんなレベルで運べるんですか？自転車の方もいらっしゃいますし。じゃあ軽乗用車なんかあったら全然 OK な話。全然余裕ですね。電車でも移動はできますよね。あ、電車でも持っていくことはできる。電車でも行けますね。バッグが、はい、バッグというかショルダータイプになってたり。はい、そうですね、背負ってできる。それはあの製品版のインフレータブルボードを畳んで入れて、なおかつ担げるようなもう専用のそんなバッグがあるんですか？あります。どこのメーカーもだいたいそうですね、あのパドル、オールも全部セットで、手動のポンプも全部セットでひとまとめにして、今でこうメーカーによってはこうあれが何ですか、そのホイールがついてるんで、こうガラガラ引っ張れるようにもなってたり、担げるし引っ張れるしみたいな。ちなみにそのインフレタブルの原付のお客さんが背中へ担いでくるんですか？原付運転するときに。そういう人もいますね。それは重量ってどれぐらいあるものなんですか？まあでも、あの重くても10キロぐらい、まあ、軽ければ。でも15キロぐらいとかですかね。うん、軽ければ。6キロとか7キロ、まあボード自体で6キロ、7キロぐらい。カバンに入れてパドルも入れるとやっぱり10キロまではいかないかなっていうぐらい、ね。アルミボート30キロから40キロありますからね、カートップしてた、はい、それから考えるとめちゃくちゃ軽いですね。はい、本当だ。これハードボードとインフレタブルと重さどっちが重たいんですか？似たようなもん、うん、そんなに変わりはないとは思いますね。あとは製品によってやっぱりだんだん今インフレータブルも軽くて丈夫なものが出てきてるんで、ええ、そういうのだともうすごく取り扱いはいいですよね。その代わりちょっとお値段も少し上に。そうですね、ちょっとまあでもすごく道具、その辺の道具もすごい開発
されてどんどん良くなってますよね。ちなみにその軽くなってちょっと値段がいい方のお値段ってどれぐらいなんですか？いい方だとどうだろう、ボード自体で15から20万ぐらいの間、うんうんうん、まあ、安いあのタイプだと10万切ってたりはしますよね。いったものもあると、はい、その辺もミニボート買うよりは敷居が低いんですね、やっぱり予算面でもね。はい、と思います。そうですね。あとうちの店なんかレンタルとかも一回講習とかスクールを受けてもらった人にはレンタルもしてるんですよ。ええ、でレンタルなんかだったらもう3000、4000、5000ぐらいでできるんで、はい、体験するには持ってこいですね。そうですね、最初慣れて自分のやっぱりこうすごくこうやるとサップってすごい上達もするんですね。ええ、なのであの初めはすごく大きいボードがいいんですけど、ええ、あのだんだん慣れてくればある程度小さいボードの方がさっき言ったみたいに軽いし取り回しがもいいので、うんうん、最初はレンタルで慣れて、なるほど、自分のスタイルをこう確立したら購入、はい、そういう購入にしていくっていう人も結構いますよね。この流れもいいですね。なるほどですね、はい、だからまあ関東にお住まいの方は本当に補正さんのところのお店行けば住むって話になるんですけど、これ全国で考えると九州も中国地方もあちこちねやりたいなと思う人がいると思うんですけど、細井さんはそのいわゆる SUP の後ろに U がつくユニオンって言いますか、こう団体に所属してらっしゃるんですけど、どうなんでしょう、こう全国的にそういうお店の状況っていうのは。あの結構今は全国各地にそういうスタンドアップを取り扱ってるところはあると思うんですよ。ねえ、でやっぱりあのそういうところに行けばあのもちろんスタンドアップを手に入手することはできると思いますし、ただだからそのサップフィッシングをそこでこうそのところでやってる方がいるかどうかっていう情報まだ詳しくはないんですけど、まだそこがこう一つの元にこうネットワークされているとこまでは行ってない感じですか。そうですね、あの今からの話ですね。じゃあね、そうですね、だから逆にこういうこれを番組っていうかこれを視聴してくださってる方がサップやりたいってなったら、サップは意外とネットとかでも入手できると思うんですね。はいはい、うん、なのでまあ本当に質問してもらってどういうサイズのどんなものがいいかっていうか質問してもらったりして、で購入して、それであのその情報を逆にこうみんなで集め合っていろんなこういうところで情報交換して、あのそのサップフィッシングっていうものをこう確立、全国でこういろんなルールとかいろんなこう気をつけた方注意点とかいろんなことをこう共有できたらいいですよね。なるほど、じゃあ地方にこれ見てて地方に住んでて、うん、いやーサーフボードショップもなければサップショップもうちの市にはねえよ、でもやりたいからじゃあネットで買おうか、うーんちょっと待てってなった時に、サップのことなら俺に聞けって感じで細井さんとこ電話してもちろんもうそうしてもらえれば OK ですか、本当に、はい、アドバイスはできると思うんですよね。ありがとうございます。はい、ここまでお話して1時間ちょっと超えたところでですね、視聴者の方の質問が来てますのでちょっと読んでみますね。村瀬さんという方でお住まいちょっと分かりませんが、サップ未経験者ですがカヤックフィッシングとは違い一本のボード、軽装備で子どもたちと自然の楽しさや海の危険性も同時に経験ができるスポーツは非常に魅力的だと感じています。童心に戻り家族みんなで楽しめそうです。以上を踏まえてまずはサップスクール体験した後に自分たちに合った道具を揃えていきたいと考えております。あ、質問じゃなくてご意見ですね。うんうん、もう一気にそんな空気感になった感じですね、村瀬さんはね。はい、ストレンジさんという方、サップ未経験なんですが船酔いする方は多いでしょうかと。どうでしょう、インストラクターの吉田さん。はい、10人の中で1人2人ぐらいはいらっしゃるかと思いますね。 1、2割。どうなんですかね、アネロンとか飲めばならなかったりします？そうですね、やっぱあのサップやる場合、まあ、バランス取るスポーツなので下を向くとやっぱりバランスも崩れるし酔いもしやすいんですよね。
目線を上げるっていうこと、とあとは乗った時にやっぱりこうタックルをこう触ってるとどうしても周りを見えなくなっちゃうんで、その時に酔っちゃったりなりますね。そこはもう船の上に乗ってる時と一緒ですね。はい、うん、はい。次のご質問がですね、以前別の媒体でサップ単体のこと、これ釣りじゃない、普通にサップってことですね、スポーツのサップのことを見つけましたけど、体幹が鍛えられてないと立つこともままならない感じを受けましたけど、実際どうなんでしょう。やっぱでも体格に合ったボードを選ぶっていうのが、うん、まあ大事ですよね。あとは乗り方も本当通常のレッスンしててもちょっと一言アドバイスしてあげるだけでガラッと変わったりするので、まあ、やっぱりレッスンを、まあ、正しいレッスンというか、まあ、受けてもらえればすぐに、はい、そんな難なく立てると思います。さっきの動画のなおちんさんは、はい、どれくらい やられてるんですかね。何回ぐらいエントリーされてるんでしょうね。なおちんでも数回だと思いますよ。あの動画の時点で1回か2回目、うん、2回目ぐらいかな。おお、なんか全然いけてるじゃないですか、もう。はい。ね、自分で漕いで、ポイントまで出て投げて、釣って。結構あれだけちょっと練習すれば、すぐできるようになります。うん、ですね。まあ、その辺は今日ずっとお話聞いてて、割合取り組みやすいよっていうね。イメージ受けてますか。体幹鍛えてなんていう、まあ、あった方がいいに決まってるんですけど、やってると体幹が鍛えられますね。揺れますからね、どうしたって。三又さん、私は湘南サーフでヒラメ狙ってます。湘南のサーフですって。サーフで釣りをしていると、サーファーが釣りをしていると横からずかずかと声もかけずに、ここは俺の場所だって感じで入ってくるのは何でですか。もうこれはちょっと、この質問は何でですかって言われてもこう難しいですね。申し訳ないですけど、話をサップに集中させていただいて次の質問へ。これ亮さん、近隣の海は内湾のさらに内湾なので波が静かで、サップはやってる人がちらほら見られます。アンカーを打つわけではないのですよね。流されるがままということなんでしょうか、ということですけど、細井さんどうでしょう。基本的にはアンカー打たないんですけど、やっぱり僕なんかも釣りを始め、サップで釣りを始めて、ある程度流れがあったり風が強い時にも釣りをするようになってからは、シーアンカー、はい、小さめなシーアンカーを打つことはあります。やっぱり流れがあんまり速いかったりするときでは、うん、ただで、もちろんアンカーを打って釣りをすることもできなくはないです。完全に止めて釣ることもありますか、ブロックかなんかで落としてとか。小さなこういうマッシュルームアンカーあるじゃないですか。あのぐらいで止まるので、あれを持ってって、それでアンカー打って、それでボードに固定してロープで、でキスなんかを餌釣りで釣る人もいるんですね。僕はなんかはルアーしかやんないんですけど、うん、餌釣りやる方なんかはそうやって固定して、そこでキスを釣りしてる人もいますよね。それをイメージしたんです、ええ、夏になるとキスを釣りたいというより食べたいから釣りに行くっていう人いっぱいいるんですよ。そうですね。考えた時にサップボードでキス釣ろうとした時止めたいんですよ、はい。でまあ、僕は船ボートオーナーでもあるから分かってて聞くんですけど、サップボードを止めるため の、 そのアンカーって、はい、ウエイトどれくらいのもので止まっちゃうんですかね。いや、もう本当に一番こんなちっちゃいマッシュルマンカーあるじゃないですか。あれいくら、500、2キロで止まっちゃいますか。1キロ多分ないと思うぐらいですよ、ね、ありますよね、ええ。それで十分だと思います。ああ、なるほど、なるほど。はい、そこら辺も装備が本当軽装備でいけちゃいますね。そうですね。それをやれば完全にアンカリングしての釣りも楽しめると。できます。アオリイカなんかも流してたら釣りにくいですからね。そうですね。エギングはこっち側の体が動いちゃうとエギをコントロールできなくなるのです、うん、極端に釣れなくなるんで難しいんですよ、うんうん、だけどボード側が止まってればエギングも相当楽になりますね。なるほど。
そういうことですね。次はこの長島君。カヤックと。あ、買った人ですね。これは柳田さんということですけど、コロナ禍で正直なところ、昭和ゲームの未来は明るくないと感じました。僕も持ってます、柳田さん。あちこちの漁港、立ち入り禁止、駐車禁止になってます。で、これが、自粛が明けて、みんなどこ遊びってもいいよって開けた、もうなおかつ、もう一遍閉ざされた港で開放しないと、これ絶対何十波が出てきます。もう僕はそれで予言しておきます。だから本当未来明るくないです。ということで、さあ広々とした海へ出かけましょうってことになるわけなんですけど、それを柳田さんもいち早く想像されて、サップ買いました。買われたそうです。素晴らしい古くからあるカヤックではなくサップ、うん。ここで質問なのですが、サップならではのカヤックと差別化した釣りなどはあるでしょうかという質問です。どうでしょう。差別化か。うん。やっぱりでも機動力かな。機動力。うん。あとはサップ、あ、どうだろう。カヤックって。うん。あれ、何でしたっけ、脇出すやつ。アウトリガーっていうか、アウトリガーを専用に持っててつけない限り、すっげえこう、これが大変難しいんですよね、釣りしてたら。そうですね。ボードの方が水平姿勢が保ちやすいんじゃないですか。ただでも今なんか、そのカヤックも足こぎ、手をこうやって、ありますね、両方のパドルじゃなくて、足こぎのカヤックなんかも出てきて、それ茅ヶ崎でカヤックフィッシングやってる方も結構いらっしゃるんですけど、 そうですね、そういう人たちは足こぎのやつで結構やってますね今ね。なるほどなるほど、はい、ただ遠くにはだからカヤックの方が風に強くてちょっと遠くには行ったりはするんですけ どやっぱりこう砂浜を運んでくるときは大変そうですよね、重くて。そこなんですよ、重たい、はい、僕がアルミボートで軽いよって言っても30キロ以上あるんですから、はい、本当に苦労しました。だから一回出るとやっぱり何時間か、逆に半日は釣りしたいぞっていう感じになるじゃないですか、カヤックだと。もう本当、でもサップって例えばその1時間2時間もうちょっとでも出て釣りして、うん、仕事がの朝仕事行く前にじゃあちょっと1時間だけ釣りしようとか、そういうようなこともなんか可能なんですよね、サップの釣りって。だからそこら辺が魅力だと思うんですけどね、僕はこう手軽に行けるっていう、手軽軽快なところですよね。実際海に出てどこ行って何釣るっていうことを考えたところではそんな差別化レベルのことはないでしょうね。はい、はい、分かります。あのさっきあのナオチンの動画にはあのクーラーボックスとカゴとこうつけてたじゃないですか、ボード、ああいうスタイルと、で僕なんかはこうサムライスタイルっていうんですけど、要するにフィッシングベストみたいの着て、はい、でベルトして、だから全部装備はもう身につけちゃうわけですよ、磯釣り師さんのようにね。そうですね。でボードはもうサップだけ、要するにボードとそのパドルっていうんですけど、はいはいはい、それだけにするんですね、。そうするともう要は海でセットする時間もなくていいわけですよ。なるほど。ボード持ってってさーっと海に行って、そのままもうあの草履脱いで海に入ってさーっと釣りして、でシューッと上がってきて、そのまま帰ってきてもう戻ってくれるみたいな。しかも僕なんかもそうですけど、99% ほとんど魚ってリリースしちゃうからクーラーもいらねえっていう話になります。そうですね。なのでそういうふうな釣り、そうするともう本当に時間が、家から家でちょっとその出るところで用意して、まあ、海が近いっていうのもあるんですけど、そのまま海行ってささっと釣りしてで帰ってくれるっていう、その辺はすごい魅力ですよね。なるほどですね。はい、分かりました。転覆した時にタックルや道具落ちないようにどのようにしてるんですか。まさしく今、細井隊長がおっしゃった通りなんですけど、まああとは先ほどね、クーラーくくるとかカゴをくくって、あの蓋もロックできるようにしておけば落ちないですよね。
これは、アッシュドラゴンさん、あの番組スタートしたばっかりのところのにね、映像が出てます。クーラーと、レジカゴをうまくあのベルトで固定して腰掛けてね、魚釣りができるようなやり方しますので、アッシュドラゴンさん、これ番組アーカイブに数時間後に上がるのでね、もう一回チェックしてみてください。サップ神経もね、サップの強さのどれぐらいのサップの強さ、まあ差別化転覆したとき、アシットさんという方は、サップフィッシングするためにどれぐらいサップの経験が必要でしょうか。これも先ほどあのインストラクターの、吉田さんがお話し言ってたように、行って帰るぐらいまでは 2,30 分の練習でできるようになると。はい、できるようになります。あとは海を知ることですよね。そうですね、勉強さんなんですよね。ボードに乗ることよりも海をいかにする知るか、経験高めていくか。そうですね、だからこれはゴムボートから始めた僕、サップじゃなくてもその僕の経験で言わせていただくと、とにかく無理しちゃダメです。命かかった遊びになります、変な無理の仕方をすると。とにかく安全安全最優先にしていけば、あの難しくはないですよ、はっきり言ってね。そういった面ではね、僕が思ってもそんなに難しいもんじゃないと思います。北さん、浮いていいエリアとダメなエリアは明確に設定されてるんでしょうかって、これいい質問ですね。どうなんでしょう。あの茅ヶ崎、まあそれローカルのルールもあると思うんですけど、一般的にはやっぱり漁港の出入り口付近とか、うん、はい、あの漁港ないとか、はい、そういうところはあのダメですよね、基本的に。つまり船の出入りが激しいのとか絶対ダメです、ね、そうですね。あと航路になってるとか、ね、航路を横切ったり、そういうことも よくないことですね。あとはだから、その場所場所によって、もちろんあの定置網があるとか、はい、あの刺し網をしてるとか、そういうところもあると思うんです、うん、あと地引き網を打つようなところもあるじゃないですか。なるほど。まあそういう本当に一般的なあのあれと一緒ですよね。で、まああと僕なんかがあの地元の漁業の方とのあの約束っていうか、あの注意点としては、あのウェットスーツってこう黒かったりするじゃないですか、そうするとやっぱ海の上で目立たないんで、はい、あの目立つ色のもの、あの蛍光色のなんかを身につけるっていうのは、あの基本的には大事なことだと思います。すっごい大事ですね、はい、何があってもどっからでも見えるもの、例えば落水、例えば気分が悪くなって倒れることだってなくはない、ありえますからね、特に真夏なんかやってますと。そうですね、うん、あとカヤックはこう赤い旗をこう立てるっていうなんかルールがあるじゃないですか、ピーってやってますね。でもサップはそれがないので、我々はだから帽子だったり上、あの要するにジャケットの上にこうビブスっていうサッカーなんかで着るやつありますよね、ちょっとこうランニングになってて、そういうのを着るようにしたりとか、はい、そういうなんかローカルルールみたいのは作ってるんですけど、はい。あ、これ桑形さんが返事してくれてますね。さっきの村越正海さんの話、中学校の時にイカダ君で渡ろうとしたのやっぱりエボシガみたいですよ。じゃあ今度はぜひサップで渡ってもらいたいですね。越前海岸プロの方の意見、あ、これ良さそうですね。村瀬さん、ボードに関する質問ですが、自分が普段釣りをしている越前海岸、福井県ですね、日本海側、越前海岸で岸から200メートル以内、沖テトラやシモリネ周辺、沖のテトラやシモリネのある根魚をメインで考えてますと。で、安全性と長期使用を目的とした場合、ハードボードとインフレタブルとどっちがいいですかっていうのがまずご質問です。まあ、インフレタブルの場合はそのちっちゃく畳めるっていうメリットがあるんですけど、ええ、もし保管場所とか運搬方法が確保できるんであれば、ハードボードの方が、まあ、どちらかというとメンテナンスフリーで長く使えるかなっていう気はします。このご質問の最後にカッコつきで、現場への運搬と自宅保管に関しての煩わしさにはこだわっておりませんということなんで、
もう答えはハードボードってことになっちゃいますね。そうですね、そっちの方をおすすめしますね。おすすめはそうです。はい、わかりました。ジンカラーさん、カヤックをしているものです。海峡はウィンディーでチェックしてます。あ、この辺の、風であるとか波であるとかその他をネットでスマホでパパッと調べるときに、これは細井さんはどこら辺がおすすめですか？あ、やっぱりすごい、今言ったウィンディーは参考にします、結構。ええ、はい、あとはでも普通のヤフーだったりウェザーニュースだったりそういうところの天気予報っていうのはまめにチェックしますけども、複合的に見ますよね、僕たちはね。僕も一応仕事で釣りをやってますから、ウィンディーだけに頼らずにあれもこれも全部見て総合判断して、あの海域のあれだったら多分これが済むだろうみたいなね。そうですね、やっぱりあと天気図ももちろん見て天気図も見て、はい、はい、結構でもね、ヤフーのニュースとウェザーニュースと風の予報って違ったりするんで。違うんですよ。はい、だからよく見て、あれですよね、判断しないと、はい、ウィンディはまあでもとりあえず釣り人には必須ですね。そうですね、とりあえず入れとくと損はないですね。サップで気をつけなきゃいけないのはオフショアなんですよ。要は岸からの風がやっぱり沖へ流されるんで、うん、はい、オンショアっていうのは条件的にはあんまり良くないんですけど、海面が揺れて釣りとかしにくいんですけど、はいはい、でも岸側に流されるんで、安全って言えば安全なんですよね、はいはい、うん、でもオフショアが強い場合はすごい見た目は水面が穏やかで綺麗に見えるんですけど、沖へ流れるんで、その風が強くなるかならないかっていうのは特に注意してます。この風向きをチェックするのは どれが一番いいですか？でも その全体の風向きをチェックするにはウィンディーを意外とチェックしますね。ウィンディーが意外に重宝すると、はい、っていうのはこう地図で全体が見れるじゃないですか、例えばヤフーとかウェザーニュースだと数字的な場所 のしか見れないのが、ウィンディーっていうのはこう低気圧がと高気圧がこう回ってる風がどっからどっち向きからこう吹いてるかっていう地図で全体が見えるんで、そういうところはウィンディーでチェックしますね。もうだからウィンディーってある意味外せないんですよ、釣り用のツールとウェザーツールとしては。そうですね、うん、例えば僕なんか、まあ基本僕は釣りでいうオフショア、つまり船の釣りは仕事になってないんですよ、うん、ジャンルとして、いわゆるショアフィッシング、うん、それも漁港とかですね、港湾部の釣りが主体でやってるんですよ。で、面白いことがあるんですけど、東風の時は一切食わない、西の時だけ釣れますよというようなポイントもあるんですね。そうすると、先ほど細井さんがおっしゃったような、ものすごい重要になってくるんです。今日はどっち向きの風があった、こっち、あ、じゃあこのポイント捨てたみたいな、うん、風逆だから絶対釣れねえやみたいなね。まあそういう意味でもウィンディーは確かに助かります。はい、じゃあ次の質問、何か北さん、エントリーはサーフからしか無理なのでしょうか？これ吉田さんどうでしょう、インフレタブルハードボートに限らずエントリーはどんなとこからできますかっていう。もうサーフが一番安全には出ますよね、ただまあリーフでもちょっとこうスロープっぽいところだったりとか、まあ、その場所にもよると思うんですけど、例えばこの段差が50センチぐらいのところにこうコンクリートの護岸があって50センチ1メートルあったとして、はい、そこへボード浮かべて上からよいしょっと降りるようなエントリーの仕方ってありなんですか？これそれはやめた方がいいと思う。非常に危険ですよね、はい、これアルミボートでも危険ですからね。はい、あれでひっくり返って落ちるやついっぱいいますからね。そうなるとやっぱり自分が膝なりぐらいまでこう立ち込んでエントリーするような仕方、うん、そうですね、ボードを安全に運べる、自分で持って運べる足場があるところと、あと足場からこう海のその例えば自分の体でいう膝ぐらいのところにこう安全に入れる、うん、そういう場所があればイメージと思うんです
あの小さいフィッシングボート、マイボートでも何でもいいんですけど、桟橋、浮き桟橋だったり岸壁だったりから乗船するときには、こう箱型になった船上から降りて乗るんですよね、はい、船って基本的に。ところがこういうサップのボードなんかは自分が水の中に入ってよじ登るんですよね。そうですね、降りて乗るんじゃなくて登って乗るっていうかよじ登るのが基本だと僕お話聞いてと思うので、それが可能なロケーションからエントリーするってことですね。はい、はい、サメとか大丈夫でしょうかって。サメは結構やられるっていうか、釣り行くときに僕なんかも体に全部道具はつけていって、持って帰る魚はストリンガーで引っ張って持って帰るんですけど、はい、その水温季節によってはやっぱり茅ヶ崎の海って結構シュモクザメがいるんですね。シュモクですか。へ、沖の方でこう青物とか、まあ稲田とかサバとかつってこうストリンガーで流して帰るんですけども、うん、ちょっとそういう沖の方でやってると、その流してる自分が釣った魚が餌になってシュモクザメによく食われたりするので、うん、そういうのは季節とか水温によっては気をつけた方がいいというか、まあ、クーラーボックス積んでいった方が無難だと思います。なるほどですね。多分この方魚だけじゃなくて自分の体の心配も大きいんじゃないかと思うんですけど。わかりました。これは、西伊豆で岩場で赤旗大毛旗を釣ったと先ほど教えていただいた、細江さんにお聞きしたいんですけど、はい、この岩場ボートロック、まあ、ロックってのはロックフィッシュのことですね、はいはい、ボートからロックをやりたい、まあ、つまりサップボードでもロックフィッシュやりたいってことなんでしょうけど、その岩場での気をつけることですね、座礁とかいろんな問題があるんですけど、それなんかコツみたいなもの、気をつけることとか。やっぱりそのあんまりでもその岩場には近づかない方がいいですよね。基本近づかないですよね。はい、距離を取ってといいんじゃないんですけど、あんまりその、うん、岩場に近くで釣りするっていうのは、風と波で意外とこう近くに行くとこう引き波とあれでこう岩場に寄せられるので、であと、まあそうですね、僕なんかも岩場で釣りをするときは、普段はビーチから出るときは裸足なんですね。でもブーツを履きます、岩場のときは必ず。大きいですよ、それ素晴らしいアイデアですよ、はい、一発で足怪我しちゃいますもんね。そうですね、ブーツ履いてれば万が一ちょっと岩場が近づいててもこう足でこう蹴って戻したりとか、そういうことも可能じゃないですか。でも裸足だとそういうことができないので、それだけで怪我しちゃうんで、でそうですね、あとはまあやっぱり風向、逆にそうなるとこう 風が強い時はやっぱり注意しないといけないですよね。もうちょっと油断したら間に合わずにもうドシャッといっちゃいますからね、下手すると。そうなんです、あとだから魚をかけてこう取り込みするじゃないですか。、うん、でその後魚を要はリリースするにも何しても外さなきゃいけないですよね、針から。その間に結構流されるんですよ。流されますね。で気がついたらやばいなみたいな。そう、その間気をつけないといけないんですよね。あんまりだから近く、岩場の近くで釣りとかしてかけて、その時はいいんですけど、取り込みしてそれをこう外してる間が、視線もそこに下に集中してるし、周りをこう見なかったりすると意外と近くに行っちゃってたりとかする。僕なんかその自分のボートを出せないような、まあ広島に住んでますから、例えば四国の愛媛県の、しかも太平洋側に近くなるようなこう南部の方まで行くとレンタルボート屋さんがたくさんあるんですよ。うん、でもう根っからの根魚好きですから、その岩場へレンタルボートで、ちっちゃいやつだと15馬力、大きくともう20馬力ぐらいの船外機がついたらプラララと行くわけですね。はい、で、旗なんかがいるところを中心に狙うんですけど、ちょっとうねりがあるしだと岸から離れたところでうねってても大したうねりじゃないんですよ、普通に釣りできるんですね。でも細井さんおっしゃったように、魚かけてうーんってでかい大毛旗とか来てやるとったらそれなりに時間かかる、うん、キャッチして写真撮って食べないほとんどリリースするんだけど、そんなことしてふっと気がついたら岸が近いんですね。うん、これがああいう海で岸が近いと
沖に浮いてた時は何ともなかったのに、岸近くと急にこんなになるんですね。そうですね。うねりが跳ね返ってきたやつが、うん、で慌てて岸から離れようと思ってそのエンジンかけてボート離そうとするのにこんななって、コントロールがすごく効きにくくって泡食うことがあるんですね。やっぱりそこは本当に気をつけなきゃいけないなと。これはボードでも僕同じこと言えるんじゃないかなと。そうですね。ねえ、危ないですね。この辺の 海の特性というかね、そういうのは知らないとやっぱり大事ですよね。経験必要なんですけど、岩場見て波がこう結構バッコーンって打ちくしてるとこは絶対近寄らない方がね。浮いてってる時は平気なのに沖で、これが岸際から20メーター30メーターまで近寄ったらえってぐらい様相変わるので、はい、そこを気をつけてください。ご質問者の方は、はい、あとはあの足ひれ使う人がいますね。足ひれをもう持っていって、うん、で座ってこう長足でこうちょっとコントロールというか岩場から離れながら釣りする。先端あたりに腰掛けて足をつけた状態で、はい、あのあれですね、野池のフローター。そうです、そうです、そういうイメージですね。なるほど、いろんなこと考えられますね。なるほどな。あ、これも聞きしようと思ったんですよ。なんか海のイメージしかみんな持たないじゃないですか。これ内水面ありですよね、全然。はい。なんか法律的に難しいことはないと思います。その浮かべちゃいけないとこじゃない限りは全然問題ないと思う。ブラックバスやってる方も結構いますよね、それで。あ、やっぱりありますか。はい、で、あのエレキとかあれがじゃないんですごい静かじゃないですか。静かで、ね、だからすごく近づけるって言ってますね、やってる人は。魚スプークさせなくて済みますもんね、エンジンなんかもう絶対魚逃げるけど、うん、僕もやってましたから分かるんですけど、できるだけエレキでもペラの音をこう静かにするためにいろんな工夫してましたもんね、はい、そうですね。踏まない方が、エレキ回さない方がやっぱ魚が近づけるじゃないですか。回った途端にビューン逃げていくやつ見ますもん。いますからね、はい、その点ゴムボートの方が静かにでっかいやつに近づけるなんてことは何度も経験してますから。同じくですね、あのパドルで漕ぐんで余計に静かで、逆にボートのそのサップの下に入ってくるやつなんかいるみたいですよね。ああ、シェードになる、だったんだ。シェードで使っちゃうという、はい、しかもあのボードの軽さ考えるとエントリーしやすいですよね。そうですね、川とかね、あの池っていうか湖だったらね、やりやすいですよね。わかりました。サップは電車で、コマフレンさん、序盤あたりでサップは電車で行く人もいるとおっしゃってましたが、折りたたみ式などがあるのでしょうか。これもう一回星隊長教えてください。あ、まあインフレダブルって言って空気で膨らますタイプのボードはもう本当に大きなボストンバッグぐらい、あの縦で言えば1メーター以内で、横幅も50センチぐらいなもののこう肩から かけれるバッグ、しかもそのあのウィールがついててこう引きずれるというか、そういうのもあるので、そういうんだったらもう釣り竿を持ってそれを背負っていけるので、うん、イメージで言うとスーツケースの一番でかいやつがだいたい100リッターぐらいなんですよね。90から100、はい、でちょっと中ぐらいのやつが60リッター70リッターぐらいなんですけど、今細井さんのお話をお伺いすると中ぐらいサイズのスーツケースぐらいの大きさになるんじゃないですかね。そうですね、そのぐらいになっちゃいますね。ですよね、はい、だから普通に背中に背負ってておかしくないくらいのサイズ感ですか、はい、で、あの付属品って言ってフィンとその膨らますためのポンプとパドルと、あのリーシュコードっていうのがあるんですけど、そのパドルも普通はこう長いんですね、2メーターぐらいのものになるんで、なるほど、普通は長いんですけど、それもこうやって3分割になってたり、こう折りたためるようになるんですよ。3ピース全部それもバッグの中に入ってっていう感じになってるんで、はい、もう本当にどこでも行けますよね。はい、電車で行けるとは全く想像していませんでした、今日まで。
電車で行くサッポロフィッシング。いいですね、なかなか。はい、ありがとうございます。はい。奥野さん、アマゾンなどでインフレータブルタイプのボードが4万から5万くらいからありますが、耐久性や経年劣化から来る最低限信用が受けるレベルとなると、いくらくらいを目安に購入を検討すべきでしょうかという。隊長お願いします。そうですね。やっぱりインフレータブルなんで結局空気を入れるものなんで、逆に言えば漏れる可能性もあるわけなんですよね。はい、なので、まあ、メーカーによってはすぐにパンクっていうかエア漏れを起こしたりとか、そういうものも なくはないので、やっぱりでも10万ぐらいが基準になると思います、ある程度の。でやっぱり有名メーカー、いろんなメーカーがあるんですけど、名前の知れてるメーカーのボードっていうのはやっぱりいいですよね、うんうん、はい、いくつかあるんですけど、世界的にやっぱり有名なボードメーカーがやっぱり信頼性は高いです。そこすごく重要なんです、はい、これ、奥野さん、僕もその質問に対してね、ちょっとお答えできる実例を知ってまして、これはもう本人がもうほとんど分かってやってることなんで、実は友達にプロのアングラーがいるんですね。でこれファンキー山岡さんという、もう僕も大好きな兄貴なんですけど、足こぎの火薬じゃなくて、何でしたっけ、サップ、いやサップじゃないです、先ほど言ってた足こぎの、あ、火薬、火薬でよかったですかね、はい、足こぎ火薬をねネットで買ったんですよ、ファンキー山岡で、中国製らしいです。で買いました、届きました、それなりにバーッとやって、はい、よしって第1回目出ました。で足こぎでガーッと外出ます、ズブズブ水が入ってきたそうですなんじゃこりゃって言うんで、もう腹立てながら、湯気立てながら帰って、駐車場でひっくり返して水を抜くんですけど、中に水が入り込んじゃってるんですよ、ボディの中に。でその水を抜くのにあれこれホビーでやって、それ自体が面白くなって、彼がそれ全部動画に撮って YouTube に上げてるんですよ安い火薬買って、足こぎ火薬買って、こんな目にあった、みんな気をつけろよ動画みたいなの上げてるんですよ。でそれを使えるようにするために、一生懸命こう水が入らないように、ああやってこうやってっていう、そのなんだろうな、ホビーの面白さまで持ち込んだところがさすがプロだなと思うんですけど、で無事、土日のたびにそれ足こぎで釣りしてる動画をアップしてますけど、これ奥野さん、ある意味その辺覚悟した方がいいんですよ。一定より下の値段のものを買うっていうのは、細井隊長もおっしゃったように、やっぱり信頼のおけるメーカーのものっていうのがね、多少値段高くてもね、はい、そのインフレータブルに関しては工法も今違ってるんですよね。だから高いものと、その接着剤で、要はゴムボートと一緒なんで、そのつなぎ目が接着剤でつけてるメーカーと、はい、今最新のメーカーは圧着って言って熱圧着なんですよ。ゴアのジャケットなんかのあれって一緒ですね、はい、熱圧着縫ってないですもんね。そうです。そうなると要は接着も使わないんで軽いし、しかもそこが剥がれないっていうことになるんで、うん、もう全然やっぱりもうそこで大きな差がつきますよね、はい、なので、うん、そういうやっぱり一流メーカーっていうのはそれだけ一番最初に、一流メーカーも一番最初はそういう貼り付けのボードを出してたんですけど、やっぱり世界中で何本も何百本もいろいろ試してテストして、いろんなクレームもあって、でどんどん進化して良くなって、そのレベルになると軽いじゃないですか、大体。はい、軽い。カヤックでもちゃんとそこら辺の選んで買うと、もう重量が倍ぐらい違ったりするんですよね。そうですね、はい、そうすると運ぶのも楽だけど、浮かんでからも楽ですよね。そうですね、うん、それを考えるとね、値段が倍したってね、なんちゃないぞっていうぐらい、はい、いいの買ってよかったっていうふうに僕はなるなと思ってますね、そこは。あとそのさっき言ってた空気を入れるポンプも違いますし、ポンプも違うんだ、パドルももう全然その軽さとかがあるんですよ、違ってくるので、やっぱりいいメーカーっていうのはいいと思います。だからそこをね、お店をしてらっしゃる、隊長から言わせると、やっぱり10万くらいは考えた方がいいよっておっしゃってたんですね。そうですね、はい、うん、
そこがすごいこう境目ぐらいだと思います。境目ですね。はい、はい、ありがとうございます。これもなかなかいい質問だと思います。アッシュドラゴンさん、楽しさはよく伝わりましたが、逆に今までどのような事故とというかトラブル知っておいた方がいいことありますかというご質問です。やっぱそこもね、聞いておきたいですね。うん、事故というか、やっぱさっきの風ですよね。オフショア、もうこれは釣りに限らず普通のサップもそうなんですけども、風を読み違えるともう帰ってこれないっていうことで、あの一夏というかワンシーズンで何回もあの救助に出てたりもしてます。ちょっとね、僕は予想外でした。オールを持ってる、パドルがなくなっちゃったら話は別なんですけど、パドルを持ってて必死こいてこいでも帰れないなんていうね、具体的なイメージがなかったんですよ。それくらい戻れないもんですから、うん、風強いときはやっぱきついですね。向かい風が強くなると6、7メートル吹いちゃうと、まあまあいいトレーニングになるなって感じで9メーター、10メーターになるともう命がけみたいな感じですね。例えばそれが 1.5 キロ先のエボシーワだと本当にもう怖くなってきます。プロでも怖くなっちゃう、ね、怖くなってきますね。10メーターはね、やっぱりサップって立ってるんで、風を受けるんですよね。ボールに受けちゃう、はい、だからもう本当にや危なくなったら、僕なんか腹ばいでサーフィンみたいに声で帰ってくるんですよ。そうすれば意外ともう大丈夫なんですけど、でもそれが腹ばいにパドルするっていうのはある一つの技術なんで、それが誰でもできるわけじゃないじゃないですか、なんでその辺はそういう本当にリスクマネジメントとしてはそういうのも覚えてれば安全にっていうか危険リスク回避はできますよね。危険回避みたいなことは、はい、あと、もう一つはインフレータブルのサップで、ルアー、要するに針がボードに要するに刺さっちゃう可能性があるんですね、はい、そうした時にやっぱりそれは知識なんですけど、普通針が刺さると慌ててそれを抜こうとするわけですよ。でもそれがダメなんですね。もし刺さっちゃったら、そのルアーを外してつけたままその日は帰ってこないと、刺さったものを抜いちゃうとそこに穴ができてエアが漏れちゃうので、はい、刺さったらもう刺してたままにして帰ってくるっていうですね。案外それを反射的にやっちゃいますよね、はい、そうですね。ちょっとでも心得があればもうそこは常識ではあるんですけどもね、はい、あとはだからそのボードによっては今インフレータブルで釣り用のボードっていうのもあるんですね。そうするとこう一つの、空気の層じゃなくて3つぐらいあれがあるんで、不沈構造になって1個が刺さってパンクしたり漏れてもあとの2つで浮いてるっていうようなボードもあります。そんなもんあるんですか。はい、釣り専用できてるんですか。そうなんですね。そういう意味で、はい、まさしくフィッシャーのために作ったサップボードなんですね、それは。そうですね。ここは周りにちょっと幅も広くて安定感があったり、あとロッドホルダーをボードにそのままつけられるようになってたり。ちなみにそれお値段いくらぐらいするんですか。それも10万から12万ぐらいだったと思います。ちょっと なんていう銘柄でしょう。ちょっと打ってみます。皆さんに見てもらいます。ソーユー、 SOUYU、 もう一回 SOUYU です。ソーユーですか。はい、ここにさっき言ってた3機質のサップボードがありますね。サップオブアウトドア、ソーユースティック。そうです、ソーユースティックですね。画面共有して。なるほど、かなりこれ重たいホームページですね。まだ開いてますよ。ちょうど今車に寄りかかってるボードがその3機質のボードで、真ん中にまあメインの本体の部分があって、両サイドにこうまあ補助的な空気を入れる、両サイドが
要するにかなり浮力を強く作ったんですね。要するにどちらかというと補助だと思うんですよね。あ、こっちが補助ですか。機室、部屋が3つに分かれてて、メインと両端に1つ1つだって、全部で3つあると。ここのメーカーさんはこれが得意じゃなくて、いろんなもの、ああ、カヤックもいっぱいありますね、これ。出てきたら。すいません、俺はちょっと。こいつですね。この辺ですね。そうです、一番左のタイプですね。この辺までサップボードなんですかね。この細長いのは、全部ですね、これ。細長いからサップに見えなかったんですけど。それがあのサップのレースで使うような。速いやつですか。フィッシングはこの左2つぐらいですか。フィッシング、まあどれでも、まあ、真ん中あたり、その細長いやつ以外はやろうと思えば。あ、いや、あの専用に作られたようなものっていうのはあるタイプですね。この左の2つですね。はい、ちょうど今下から下に見えてるボードが3機室の、まあ、ちょうど釣りしてる感じですよね。この左の2機種、アドベンチャー10の10とアドベンチャー9の10。そうですね、そのあたりが使いやすいと思いますね。こういうやつですね。14万8000円。この番組を見てアドベンチャー10の10が欲しいんですけどと細井さんとこ行くと少しお安くなるそうです。違うか。はい、はい、って言っておられます。もちろん、お願いします。いかんです。今見てたら欲しくなったもんね。今のちょっとそそられますよ。色というかデザインというかこう作りみたいなのが。そうですね。いいですね。だからあのロッドホルダーとかその他もこうつけやすいようないろいろと釣り専用に作られてるんですね、この辺になると。そうですね、ご質問者のいろんなものが最近はもう出てきてますよね。なるほど。これは皆さん後でしっかりね、今のそういうの、ホームページでしっかり見ておいてください。はい、そろそろお時間も近づいてきました。神奈川で確か三又さんという方ですね。神奈川では確か港は全面エントリー禁止だったと思います。神奈川で港、ヨットハーバーでエントリーできるところってあるんですかというご質問ですね。多分そう、あの神奈川っていうかどこもヨットハーバーとか港、要するに漁港とかそういうとこはダメだと思います。ですよね。中国地方でも一緒です。サップだけじゃなくて、その水面を使っちゃいけないっていうルールになってると思うんですよね。ですね。はい。なのでそういうとこはダメです。だからサップならいいとかそういうことはないので、あくまでもそのルールはしっかり守っていただいた方がいいですね。おっしゃる通りです。はい、僕はもう現場行ってここ下ろせそうだなと思ったら、そこの漁協、管轄してる漁協なり関係所に必ず僕顔出して。あのボート下ろしたいんですけどお願いできないでしょうかって頼んでましたもん、はい、そうすればいいんですよ、単純にね。三又さん、そういうことですのでよろしくお願いします。魚探乗せてますか、おすすめあれば教えてください。装備が増えれば増えるほど、サップフィッシング の良さがスポイルされると僕は思ってますけどね。魚探欲しい気持ちは分からなくないですけどね。我々の仲間でも吉田さん、じゃあどうぞ。はい、ディーパーっていうこういう聞いたことあると思うんです。こういうちっちゃい玉の魚探があるんですけど、これと携帯電話、はい、スマホと連携して使うんですけど、そういう魚探はたまに使ってますし、仲間もよく使ってます。ディーパー、D-E-E-P-E-R ですね。ディーパー。こんなもんがあるんですね。うまく検索ワードが出ません。それ検索してる間に、ちょっと携帯電話の話が出たんで、あれなんですけど、はい、携帯電話は必ず携行してほしいですね。危ないですからね。
ちょっと手軽に海に行くんで、サーフィンだと、もちろん携帯電話持って海で出ないんですけど、サップフィッシングの時は必ず、サップの時はでも必ず携帯電話を持って出てもらった方がいいと思います。サップだから必ずっていう部分って何なんでしょう？やっぱりその、流されたりとか、持ってられるじゃないですか。逆にさっき言ったみたいに、救命胴衣だったり、ライフ、ジャケットを着れるっていうのと一緒で、携帯電話を持っていけるので、防水ケースに入れて持っていってもらって、万が一流されちゃった場合に一人っていう可能性が高いんで、携帯電話持ってれば海上保安庁なりそういうところに連絡ができるので、それはもう必ず持ってってもらった方がいいと思います。連絡取れなかったら本当に大変ですもんね。そうですね、一気になったら誰も気がついてくれないですもんね。湘南からでも大島まで流されちゃうっていう話も聞いたことあるんで、よく海難遭難で船沈んでちっちゃいボートで 2,3 人乗っかって海を漂流するときに、大きな船がボーって通って、飛行機がボーって通って、わーって言っても誰も気がつかないシーンがよくありますけど、はい、そういうことですよね。そうですね、どうなんかないよっていう、はい、でも携帯電話一つあれば、ね、今はできますんで、そういう意味じゃ、はい、ですね、吉田インストラクターおすすめのディーパーボタンが出ました。実は僕も初めて見て、うおーって感動してます。これですか、吉田さん？これです。スマホ携帯電話と Wi-Fi でつないで、で、サップの場合はこれをポチャーンと投げて、で携帯でこう見ながら、あ、ここは水深とか地形とか、はい、これディーパープロプラススマートソナーと、ディーパープロスマートソナーと2種類、もう一つ最新モデル、ディーパーチ、なんて読むのかな、じゃあ、チープ、チャップ、うん。値段が。まあ、最新の機種が右端のやつかな。まあ、ちょっとずつ仕様が変わってると思うんですけど、まあ、基本的なところは一緒だと思います。基本的には同じようなもの。はい。おお、なるほど。あ、なんで開かないんだろう、ページが。うん、やっぱりでも最新型の方が電池の持ちが良かったりとか、なるほど、より高性能になってたりとか、どんどんしていくんですよ。あと多分 GPS 機能がついてるのも、あ、これですね、 GPS なのもってます、ね、はい、ここへこういう絵面見ます。あ、サイズが分かりました。今手のひらで持ってますね。はい、うーん、これならだから魚探のバッテリーもいらないし、このサイズだったらサップフィッシングのに使う魚探としては一番おすすめですよね。このアングラーさん、外人さん、スマホをロッドにベルトでくっつけてますよ、これすごいな。でもこれ特徴でこうやってルアーみたいにこの丸いのをつけて、うん、でビュンって投げるわけですよ。ほう。そうするとこの沖の地形だったり、水深だったり、こうずっと見てこれるんですよね。すげえ。だから堤防からの、防波堤からの釣りなんかでもうまく使えば、初めてのとこの地形が分かんないのようなところをこう魚探掛けができるんですよ、投げながら。またこの今のこの画像のね、ブレークの横にベイトがいっぱい映ってるじゃないですか、はい、すごいなこれ。かなり僕もいろいろ魚探使いますけど、かなりいいです、精度は良くて。へ、このスマホ画面に映るこの魚探の画面もかなりいいですよね。前からこの手のやつ僕気になってたのがですね、はい、レンタルボートをあちこち行って借りた時、当然魚探ついてないんですよ。はい、うん、で他のことで忙しいから、なかなかこの手の簡易魚探みたいなものを調べる時間がなかったんですけど、改めて今見るとなかなか素晴らしいですね、これ。コンパクトだし、僕もいろんなメーカーのあれしましたけど、ここのやつが一番精度とその使い勝手といいと思います。あ、これあったらレンタルボートの釣りすごく楽になるな。ボトムのマテリアルがね、やっぱ分かんないんですよ、魚探がないと。
そのベイト映んなくても、ターゲットが映んなくてもいいんです。僕なんかボトルの質が何なのかだけで全然釣れるもの変わってくるので、うん、水深とそれが分かるのもすごい駆け上がりとかいろいろ分かると思うんで、はい、ありがとうございます。今日いっぱいいろんなものを教えてもらって嬉しいな。これみんな喜んでますよ。これはすごい。でもまだまだいろいろあるとは思うんでまたそうですね、はい、これ魚探の話だろうと思いますけど、昔はダメだったけど最近良くなったね。そうです、あの手の魚探は僕はもうダメなイメージしかないんですよ、古いからダメなのも持ってます、ね、僕も使い物にならないですよね、昔のやつあ、なるほど、場所があればの、じゃあもうあと時間もね 2、3分ですので最後の質問1、2問。インフレタブルの場合、場所があれば伸ばして保管しておいた方が長持ちしますかというご質問です。はい、そうですね、ある程度あの使うときは、まあ、決められた規定の圧力まで入れて、で、まあ、例えば海から上がって帰ってきたときにさーっと水洗いしてちょっとだけ圧を抜いてあげるんですね。はい、完全に畳まないでちょっと圧を抜いた状態、形を保った状態で日陰に保管するっていうのが一番いい。そこコツですね。そうですね。なるほど。直射日光は絶対ダメですね。ですね。うん、使うときだけにしないとダメ。紫外線劣化しますよね、やっぱり。します。はい、一番それが劣化します。バーストしたりしますよね。はい、夏なんか特に膨張して、うん、そういう怖さもありますね。あとだから黒っぽい ものを選ぶ、まあ、選べなきゃしょうがないんですけど、黒に近い色のものはなるべく避けた方がいいですね。なるほどなるほど、はい、すごくこう直射日光が当たった時に熱くなるんで、めちゃくちゃ温度上がりますよね、うん、パンクの原因になりますんで。はい、分かりました。じゃあ、今日ねあのお二方にいろいろ教えていただきますけど、最後の質問になるんです。非常にいい質問です、これ。WA さんという方ですけど、もう完全に、細井さんのショップへ次の土日でも行く気になっておられる質問ですロッドとルアーだけ準備して電車でお伺いしたらいいんでしょうか。 またサップやライジェク含めてのレンタル料金おいくらでしょうかとか、もう完全に行く気になっておられます吉田さん、サップフィッシングスクールは変な話、手ぶらで来ていただいても大丈夫です。サップから釣り道具まで、その、全部込み込みで、大体、スケジュールとしては、約半日って考えていただければ、で、レンタルとレッスンと込み込みで、お一人様8000円で今、やらせていただいて。なるほど。まあ、極端なケースを体一つできる。タックル持っていくったってさ、はい、あのボードの上に立って釣る、座って釣るに向いたタックルとか、ね、あと、ね、季節の釣り物によって、ルアーのサイズも違えばラインの太さなんかも変わるので、はい、逆にやっぱり一つはその近い将来自分がのサップを持つためにも、最初は本当に全く手ぶらで行ってインストラクターとお店のお任せでまず触れる、はい、体験するということのがずっと大事ですよね。そうですね。持ってた道具使えなかったんじゃ、何日に持ってたか分かんなくなっちゃうので。はい。あの、逆に落としてロストするっていうリスクもありますんで。はい。手ぶらで行きましょうと。で、はい、全部込み込みで、半日遊んでお一人8000円ということですよね。はい。で、あの、シャワーとか着替えも全部ついてますんで、それに。あの、そのまま来てもらって、終わったらシャワー浴びて、帰れますんで、はい。着替えだけ持っていけばいいんですね。そうですね。着替えなくてもそのままのもの着てもらえる。なんで、あの、ビーチサンダルぐらいですね。あの、意外と忘れちゃうのは。ビーチサンダルみたいなものは持ってきてもらった方がいいと。いいと。はい。唯一も用意するのがそれぐらいですね。はい。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。2時間すでに過ぎちゃってますけど、割合こういうふうなことになるとお話尽きないんですが、
今日は本当お二方長時間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。視聴者の皆さんもね、なかなかここまで何でしょう、役に立つというか非常に参考になる内容になるとは多分思ってなかったと思うんですよ。はい。で多分この先ね、何人かの方がここ取り組んでいかれると思いますので、また機会を設けてより深いところとかより広いところのお話をまたお二方にご協力いただければと思いますので、その説はまたよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ということで今日の釣りは楽しんでなんぼ、終わりの時間来ましたので、はい、終了といたします。また何度も改めてご挨拶するんですけど、ありがとうございました。はい、視聴者の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。